私このお話をいただいたのが今年の頭ぐらいだったんですけども、でピアノ演奏があるということで、もうピアノ演奏なんてもう小学校以来ほぼしたことがなかったの でしかも舞台ということで、もう失敗が効かない、頭でできないということで、すごくなんかね、お話をいただいた時は大丈夫かなと思ったんですけども、必死にもう頭だから、今6月だから約半年間、そんな、はい、もう必死に必死に練習して、やっと皆さんにこうお届けできるレベルまでいったので、ぜひそこも注目してほしいですし、私自身こう今まで学生役がすごく多かったんですけども、今回初めて先生役ということで、私も先生役をやる日が来るなんてという、なんかこうね、月日を着々と大人になってるんだろうなっていう気持ちでいっぱいです。ぜひ私自身のこの注目ポイントは私のピアノと先生役です。はい、よろしくお願いします。そうですね。私も今回の原作の本と、あと映画の本を見させていただいたんですけど、やっぱり舞台といったら生ものなので、直接こう役者陣からのパワーをこうお客さんに届けられるっていう点では、やっぱりこう一味違うのかなと思うんですけれども、合唱のシーンはやっぱり特に本当に生のパワーがガツンとこう出るので、そう、本人もないし映画でもできないことを舞台でやっぱりそこは表現できてるかなと思っていて、私も袖で松山先生に向けてこうみんなが手紙を歌ってくれてるシーンとか、もう本当に涙が止まらなくなってしまうんですね。もう何回も何回も稽古で弾いているはずなのに、稽古中からずっとうるうるしてて、本番でもこうグッと来てしまうので、なんかそういう、なんだろう、合唱特有のなんか波長みたいな、なんか、なんて言ったらパワー、青春の波長みたいなのがバーって出てるので、ぜひそれをね、お客さんにも体感しに、たくさんの方に来ていただきたいなと思ってます。私は実年齢よりも10個若い役なので、最初の方は演出の永戸さんにもうちょっとフレッシュに元気にっていうのを言われていたんですけど今回は合唱がテーマっていうことで、合唱って大人になるとあんまり経験できないものだなって自分で思っていて、なので今回この舞台で五島中の中学生ナズナとしてみんなで合唱を合唱することができて、とてもなんか青春を感じましたし、本当にさっきも松山先生も言ってましたけど、その合唱のパワーってすごいだなっていうのを毎回私自身も歌ってて感じるので、見てくださるお客さんには届いてほしいなっていうふうに思っています。苦労した点はやっぱり長崎県の五島列島ということで方言が結構あったりするので、聞き慣れない言葉とか最初覚えるのがすごい大変だったんですけど、その私のナズナの母役の伊藤愛美さんにいろいろ教えてもらって、イントネーションとかも、はい、ここまで初日まで来ることができたなっていうふうに思っています。稽古場では僕たちは中学生役ということで、本当常にハイテンションで稽古をしていて、休憩中もそれが抜けなくて、本当に休憩中なんていうんですかね、友達感覚、本当に中学の友達感覚で遊んだりしていました。で、今回の今日にかけての期間の中で誕生日の方がすごい多い現場で、本当にみんなで考えてサプライズして、本当に仲がいい現場だったなって思います。合唱に関して言うと、今回のメンバーは合唱をあんまりやったことないって人も結構いて、最初は、ね、みんなでこうめっちゃ頑張っていかなきゃなっていう話もしてたんですけど、ただやったことないとかあんまり得意じゃないだとしても、すごいみんな一生懸命やろうとしてくれるメンバーっていうとなんか、ね、偉そうですけどでもみんなすごい一生懸命努力してくれて、みんなでこうしようこうああしようとか、じゃあ発声練習しようかとかして、みんなでこう作り上げてきて、でゲネプロっていうか小屋入って、劇場入ってゲネプロで歌って、で、ゲネプロを見てくださった方もいる中で歌って、あ、すごい見られる、見せられるものにちゃんとなったなっていう感覚がすごくあって、なので
はい、あの自信を持ってお届けできる状態にみんなで仕上げることができたなと思っております。今回あの手紙も生徒で歌うんですけど、カーテンコールとか終わりの方もしてるんで、雲を抜けてってオリジナルの合唱曲を歌うんですけど、他校の生徒の方も一緒に歌うところでまたパワーが倍増したりとか、あと土日の公演はあのコールジューンジュニアさんっていう合唱団の方とか、あと豊島区の合唱をやってらっしゃる中学生とかの方とかもあの一緒にその他校の生徒役でご出演いただくので、より一層力強い合唱のその生のパワーが体感していただけるんじゃないかなと思ってます。はい、あのたくさんの方が会場にいらしてくださって、あの一生懸命真剣に見ててくださったんですね。で、あのゲネプロなのにダブルカーテンコールをしてくださって、あの本当に嬉しかったし、あともうお父様とかがビデオを買いたいんで、あのどうやって買ったらいいですかなんて言ってくださる言葉もあったので、ちょっとも嬉しく思っていて、いよいよ、今日の夜から、公演が始まりますけど、本当にこの作品は、まあ、合唱がテーマなんですけども、うん、すごく笑いあり、ほろっとする場面もあり、すごくこう気持ちの伝わる素敵な作品だと私自身思っていますので、ぜひたくさんの方に見に来てほしいですし、この作品を見て明日も頑張ろうとか、こう何か心の中に一つでも残るようなそのセリフやシーンがあったらいいなと思って、一つ一つ最後まで、駆け抜けていきたいと思います。ぜひたくさんの方にご来場していただきたいです。